はい、全国の少年少女よ、夏くんです。ということでね、11時、昨日飲んでて友達と、ちょっと今、11時から一人ね、今日予約、ファンの子と予約入ってて、スプラやるってことになってるんでね。で、ごめんと、ちょっと寝すぎてて、12時からやろうってことになったんで、はい。じゃあちょっとかけていきたいなと思います。なんか嬉しいよね。こう一緒にスプラやりたいって思ってくれることが嬉しいよね。なんで俺も全力でいきたいなと思います。じゃあその子に電話していこうかね。緊張しちゃってんのかな。でもこの子はね、一回ね、一緒にマリカーもやったことあるからね。まあ言うてずっと俺のゲームをね見てくれてる子だよな。嬉しいよね、それは。さあでも、まあ今回仲間なんでね、敵同士ではないんで、そこはなんかもう、楽しくできるんではないでしょうかっていう。まあ、マリカーもね、一回ボコボコにしたことあるし。容赦ないから、俺。聞こえたの？はい、お久しぶりです。聞こえる？おはよう。あ、おはようございます。遅いんですけど。あ、すいません、本当に。あ、忙しいんで、早くしてもらっていいですか、ね、暇だろ。暇だろ、そんな。あ、そうなんですね。あ、そう。うん。元気しとった、美穂。ゲームしとって、ずっと負けっぱなしなんだけど。そう。じゃあ、とりあえずさ、まずさ、ちょっと一回さ、うん、君の実力見なかんもんで、いや、本当にやめて、ずっと負けてるからね。いいけど、それ見ないと多分わからんよ。うん、だから縄張りバトルやろうよ、まずは。OK。本当に君と一緒にガチ潜れるかどうかちょっと見たいな。なんか、うん、なんか、イライラして死んじゃうかもしれんから、俺が。え、これさ、ちょっと待ってね。うん。あ、フレンドと、とりあえずレギュラーマッチで、俺が部屋作ればいいのか。ちょっと待ってよ。今部屋作るから、やりゃいいから。おっしゃ、じゃあ。とりあえず俺ついていくわ。え、無理だけど、ついてきたらあかんね。四天王の腕見せなあかんで。え、どこ？あ、これね。あー、でも、基本的には動けるようになってんじゃん。え、もうどっかしたって。さすが。え、スプラ歴はどれぐらいだっけ？だから、もう数人になってもあの、チャージャーおるから気をつけた方がいいよ。何それ？あの、遠くから撃ってくるやつおるじゃん。そういうやつがおるときは、試合は、もうゴミ試合だから。気をつけんと、こうやって入ってきて、はい、やっていく。すごいじゃん。うん、ありがとう。え、てか、俺のさ、最新の動画見た？めっちゃウケ。あ、待って、やばい、そこには、そうそう。やっつけた？え、自分の下に誰々を倒しましたって出るって。はいはい、待って、てめえこの野郎。え、でも俺もこれやっぱ四天王の腕が戻ってきてるの。いや、もう1キル以上取れるようになってきてるから。てかさ、はい、え、スペシャルとかサブとかも使えるようになってんの？アイテム？あ、R で投げれるのはサブの武器。え、でも勝ってるよ俺ら今。負けた、やられてる。何ポイント、ポイント何ポイントになってる？分かんない、どこ。みえ、ブーさ、そういうこと言わないで、知らんのに。
じゃあ右上にさ、何ポイントって出てるでしょ。塗ってったら数字増えてってない？おい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 。よ、全体見る癖つけんとあかんで。そりゃそうでしょ。その自分の底だけ見てるんじゃなくて、その先まで見んと。そんな見とる余裕ないからね。もう数日だから始めたの。ああ。さあ、キル数を見ていきましょう。まあ、じゃあ、ま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 あ、縄張りだからね。ハルトくん。うん、縄張りなんだから、ぶっちゃけどうでもいいんだよ。フェスだって出れやんよ、こんな。無理だよ。そのさ、そのフェスもさ、あれな、お縄張りな。あれ？ちょっと待ってね。変わらないやん、ポイント。あ、1キル4ですか。言わない。で、俺4キル3です。まあ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 ね。前世紀、インスタグラム8人待ちだったんだよ。そんなに？そんなに人気なの？うん。何をそんな、なんか俺がうま、俺のことうまいと思っとんのか知らんけどさ。よくもないのにね。うん。でも、多分ね、面白いからやってみたいってなるんだろうね。そういうことね。さあ、本当の勝負が始まっていく。いや、こんなこと初めてだから。で、シャチホコみたいなやつあるやん。あれを相手のゴールに運ぶっていうゲームなの、これ。そう、それを相手のゴールに運んでいく。持って。うわ、ちょっと待って、やべ。うわ、おしょおしょおしょ、に落ちさしていく。二人倒したってこと。オッケー。で、仲間が持って運ぼうとしとるのを敵に倒されんように守るってこと。はい。てか、リッターうぜえ、お前その武器。お前みたいな近くで何もできんやつだな。俺に勝とうとすること自体がもう間違い。はい、三落ちさせていく。光っとるやん。今敵が持ってる。キル取ったから、その持ってる敵を倒さんと。だから基本的にその持ってるやつを倒すように狙う。あそこに持ってるじゃん、左横に。あいつをなんとかして止めんと運ばれて負けちゃう。で、不正だってなってるじゃん、今。不正だってなるとまたどっちか、そのバリアが割れるまでは、なんていうの、その、はい、いや、これいけるよ、勝てるぞ。相手のまずは山んとこ。うわー、ちょっと待って、やべ。よし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 。キルは取れてんだけどな、ガチここが運べん。やばいやばい。もうさあ、ダイオウイカちゃん。絶対一緒のタイミングこれ。あ、死んだタイミング一緒だね。あかんあかん。だからさ、ル結構ホコ難しいんだって。今もう時間帯でそこしかできんのだって。どういうこと？ 1 時間に1回切り替わるんだけど、ルールとあれが。俺でもめっちゃキルは取ってる。ほんと？もう取ってないよ、私多分。でもこれもうキルを取るゲームじゃないからね。歩行を運ばんと結局今負けてるじゃん、数字的に。今66と90になってない？よし、俺めっちゃキル取ってる。オッケー、運んどるからこいつを守る。
一生懸命死なんように。うわー、うぜえ。そうで、倒されると失ったってなっちゃうから。うわー、ちょっと待ってよ。うわー、やべ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 。よし、俺のブームで防いでいって、うわー、ちょっと待って、うぜえな、そいつ。そこにおんだよね。これは止めなか。よし、止めていく。うわー、ちょっと待って、やばい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 、運ばれとる。俺死んどるもん。だからさ、そのボムみたいなのがさ、真剣すぎてね。いいじゃん、それこそガチバトルだよ。うわ、やべ、入ってこられた。やられるの早すぎ、秒殺。まあ、慣れるまではね、あれだよね。よし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 、ナイス。うわー、うぜえ。勝てるのちらね。だからそんだけ攻められてるってことだよね、これ。くっそうざー。ガチ保護結構むずいんだよな。難しすぎでしょこれ。チンチンどこに持ってくの、あれ。ずっと取っとるだけ。取って山あるじゃん、ここにあるじゃん山、これ。相手側にもあるんだって、そこに持ってく。なるほどね。仲間がゴミだわマジで。それ私も入ってるからやめて。ほら進んでっとるやん。オッケー、これはいけるぞ。結構強いぞ俺ら。今俺ら勝ってるじゃん。俺持つわ。俺が持ったらもうね、そんな簡単には死なんでな、俺。お前ら、ちゃんとさ、その、矛をさ、大事に持つってことをさ、できてなさすぎ。で、俺の前に、そうそうそう、俺の前で頑張って。俺が運ぶから。で、こうやって、野放しになっちゃうと、無理なんだって。わ、やばいやばいやばい、止めんと。うわー、逆転された。マジでガチホコムズ。さあ逆転するぞみんな。早くみんな俺の前に来い。ガチホコの運ぶ天才なんだよね俺は。オッケー、ナイス。それナイスすぎる、頼む、生かしてくれ。くっそ。うわー、これちょっとさー、俺に持たせるのはいいけど、お前らサポートしろよ。
めちゃ泣いとるやん、子供は。さあ、逆転するぞ。俺が持ったらそういうことだよね。いける、マジで行こう。いける、絶対に逆転してやる。見て、勝った。しゃあ、そう、矛を運べばいいんだから、これは。お名前が一緒の人か。あ、ほんとだ。さあ、やっていきますか。うわぁ、チャージャーオンじゃん。長射程。だから、遠くから、こう、せこい、狙ってくるから、気をつけた方がいい。ウェイ、負けた。うざっ。よし、え、ちょっと待って、誰かめちゃくちゃうめえぞ。誰かがめちゃうまい、俺らのチーム。勝ったー。やった、ノックアウト。しかも絶対仲間の誰かのおかげじゃん、それ。え、でも見て、俺ガチホコ進んだ時間ナンバーワン出てるからね。うん、すごいじゃん。一番持ってる俺が。うん、あ、実力やっと出た、発揮できた。発揮してきてるね。あ、待って、やばい、私やばい、もう死んでるわ。あ、来てるわ、ハルト君。ゼロキル10ですじゃん。そうだよ。何してんの。足引っ張ってるから。やっぱあのさ、フラワーって子が強かったんだって。そういうこと？19キルしてるもん。すっご。さあ、いる？誰が？その19キルした子、いねえわ。仲間におったんだよ。さっきまで？うん。それは強いわ。え、これルルコって名前見ないの？何が？ルルコってあんまり意味ないの？あ、周りを塗るのはあんま意味ないけど、自分の動ける範囲を作るために塗るのは意味ある。結局塗り替えさんと、うん、敵の色。うわ、やばい、それはミスった。うわ、やばい、これはまずいって。それはまずい。うん、あの、おむつ替えるわ、娘の。ああ、そういうことね。うぜえ。ちょっと待って、作戦としては何がある？何にもない。何がある？もう何にもないし、やる気もない、もう。うわっ、マジ。え、僕も早ない？もう速攻で負けた。それはあれでしょう。こんなに速攻で負ける？どれだかマックスです。まあ、動画的には面白くなったけど。超。やばい。ここね、コース
ースが直線だからみんなが一気に死ぬとバーって運ばれちゃって一瞬で終わっちゃうんだよ。そういうことね。みんながやられるようにしなかったね。そう。なんなのもう終わった。プラ歴俺3年ぐらいやで。めっちゃやってるやん。どうしちゃったのそれ。やべえな。もうだったよ。さあ全力で勝ちに行こう。マジでラスト1回。足引っ張んなよ。足引っ張るよ。うわー、あれうぜんだよな、ナイス玉。よしよし、止めた。あぶねえ。もうだってさ、もう矛がどこってなってる時点でもう終わっとるもんな。そもそも。それもこれ今始めちゃったね、これ。うん。俺が持ってるから今。よし。絶対勝つぞ。ほら。オッケー、2落ち。進もう。オッケーオッケー、俺うまい。ちょ、あ、頼む、そこた、ちょ、こいつやってくれんと死ぬって。うわ、でも俺、いいよいいよ、いけるいける。あー、もう、さあ。楽しくなってきましたね、今日もね。ねえ、それさ、俺がさ、俺が苦しんどんのが楽しいだけでしょ、絶対。君。ねえ。うん、だって絶対さ、俺のさ、ゲーム実況も 見ながらさ、負けてほしいと思っとるやろ。それが一番の願い。面白いわ。よし、止めた。俺今回めっちゃキルしとるよ。俺が持つわ。早くみんな俺の前に行って。そう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 。でちょっとずつ進んでいくイメージ。軍隊をちょっとずつ倒しながら。もうそこでやられちゃったら無理でしょー。もうね、笑わしてないって。真剣なんだよ。もうわあ、あ、危ない。ロックアウト止めていく。よし、もう一回行くぞ。取った。取った。徐々に進んでいこう。あ、侵入禁止エリア。何、侵入禁止エリアって。はい。オッケーオッケー。ちょっとずつ。ちょっとずつ進んでいこう。延長してるよ。そう、いける。早くみんな来い、前に来い。俺のオッケー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 。俺絶対矛運ぶのうまいって。もうスタもういい。よかったんじゃ。もうやだ。本人は加点食ってつまんねえってなんの。じゃあお父さんのルール本当に大丈夫。ね、アサリが落ちてるから、うん、とりあえず今日も楽しかったね。くっそ、もうなんだろう、もうなんかストレスを通り越したとこに行った時のこのなんかもうどうでもよくなっちゃう感じ。それはさ、もう失礼だよね、絶対ね。じゃあ別に、
うん、で別にミサちゃんだけのせいじゃないもん、もう。そうでしょ、だってもうほぼ3人じゃん。そう、だからもう勝てない自分への苛立ちと、うん、もう疲れが来てみたいな。スプライやっとってもそんな疲れやんのやけど、本気出してないってことこれ。本気出してね、だからヘラヘラしとるからだって。もうだってさ、みんなが同じ方向性向いてなかったら無理じゃん。そうだよ。あ、負けても一回ぐらいな感じでやっとるもんで。そうだよ。うん。だから俺ももうなんか、わかる。なんか、ね、弱小チームの中に入っちゃった一人みたいなさ。そうだね。で、もうそこの弱いチーム、だからもう勝つ気すらなくなるみたいな。そうだ、スプラってチームプレイだったね、そういえば。忘れてたわ。個人戦じゃなかったね。マリカね。だからこうなっちゃったんだよ。きっとチームプレーなんかどうでもいいやってなっちゃって。あ、そういうことか。まあでも俺にも問題があるからね。大問題だよ。てかさ、ほんとさ、スプラトゥーン難しい。難しすぎるよこれ。だってさ、操作難しいもん。ねえ、だから今の子供たちってすげえなと思うもんな。めっちゃさ、息子のさ、操作見とってめっちゃうまいって思うもんだって。あ、息子うまいんだ。うまい。オデッセイも上手。え、じゃあ第二息子でよかったんじゃない。別にお母さん横で見とけばよかったじゃん。ひどすぎる。で、俺多分息子に言われるんだって。言われるよ。スプラ下手じゃないっすかっつって。何年ぐらいやってますってね。3年。恥ずかしくて言えんわ、3年って。あ、でも息子オデッセイの方がうまいかな、スプラよりも。オデッセイか。だってイライラしたもんだって、夏くんみたいに。ああ、オデッセイも結構むずいもんな、あのゲーム性。あれ難しいよね。わあ、止まってる。あ、もう動くとかはちゃんとつあれなんだね。もう今の俺の状態。もう疲れ切っとる。もう果てた。ああ。顔が疲れ切っとるわ。見てないのにね。ようわかるね。違う。スプラの。ああ、スプラの顔が。そう。ああ。もうね、引退だわ。何もかも引退ですか。フェスを前にしてもう引退決めなかん。参加したのに、せっかく。ロキル10ですは絶対にあかんでしょ。ねえ、それはさ、一番本人がごめんねって思ってるんだからさ、言葉に。だって、ね、10ですって多分30秒に1回死んでるってことだよ、もう。5分間あるんだから。ごめんなさい、本当にごめんなさい。いや、まあまあでもね、まあ楽しくやれてよかったよ。うん、そうだね。うん、まあちょっと横になるわ俺。うん、それだけいっぱいあったでしょ。2時からもうやらなかんで。はい、休んでください、ゆっくり。ありがとうね。じゃあ頑張ってね、2時から。まあちょっともう、あれ？なんか元気なくないっすかって言われるかもしれん。でも分からん、その子喋りながらできるか分からんからさ。あ、そういうこと。だから多分俺と一緒にやって思うんだろうね。俺がミサちゃんに思うこと多分思う。うわ、夏くんとやらんけりゃよかった。全然勝てんじゃんっていう。で、俺は多分こう人気になっていけばいくほどみんなに下手っていうのが伝わっていくんだろうね。そうでしょうね。まあ、夏くんとはもういいっすみたいなさ。こんな人とやりたくないって。だって勝てないっすもんねみたいな。それは思ってるんでしょ、私に対して。それと同じことを。そうそう、今ね。でもミサちゃんやり始めたばっかだからしょうがないじゃん。そうだ
俺3年やっとってミサちゃんと同レベルぐらいなんだよ。それはさすがにやばいわ。それはさすがに。だから成長しんのだって。そう。まぁ、ちょっとじゃあゆっくりしますわ。またこれ動画編集するからさ。え、それ声入ってる？え？声入っとる？声入ってる。だから今もうずっと撮ってるもん。多分入ってると思うよ。本当？オッケー。うん。どっから、いつも初めから撮ってるよね。撮ってる撮ってる。まあそこはちょっとまたさ。最近さ、編集しとるよね、珍しく。してるね。うん。ノー編集じゃなくなって。時間があるからでしょ？いや、時間っていうより、スプラトゥーンって無駄な時間多いじゃん。な、そうそうそう、マリオオデッセイってもうさ、もうナウじゃん。ずーっとゲームじゃん。だけど、この待機の時間とかはさ、いらんくない？ぶっちゃけ。いらんかもね。ただでさえ、だってみんな見てないのにね、最初から最後まで。うん。そう。え、でも、あれでしょ？ミサちゃん今回の動画さ、長く見てくれたやろ。見たよ。だ、24分になってたもん。そう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 。だいたい見てるって言ったじゃん。だから最初から最後まで作業しながら BGM みたいな感じで見てる。そうそうそう、それでいいんだけど。いいんでしょ、それで。いいんだよ、全然いいんだけど、他の子たち見てくれるは見てくれるんだけど、うん、10秒とかで終わっとるもんね。短っ。そんな10秒とかで終わっ、10秒しか見んなら見んでええよってなる、逆に。せめてさ、30分の動画作ってんだからさ、平均視聴時間が5分とかだったら、ああちょっとはね、見てくれてんだってなる。10秒やで。もうさ、はい、私がなつくんです、おはようございますって言った瞬間切ってるってことじゃん。何しに見てんのって思うもんね。え、そんな俺の平均視聴時間下げるなら見んでええよって思う。そう。もう大爆笑よ、それは。まあちょっとゆっくりしますわ、30分ぐらい。はい、ゆっくりしてください。ありがとうねー。うん。また、あれやな。また、元気な時に、うん、マリカかなんかやろうよ。マリカね。マリカならいけるから、たぶん。うん、もう今日ちょっと頭痛い。絶対飲みすぎないやって。うん、体調悪いわ、今日なんかもう。それはスプラのせいだと思うよ。なんか、二日酔いからのストレスでもうちょっとなんか、それね、もうコントローラー握る力も残ってないもん。やばくない、やばくない、病気じゃない、なんかの。もうね、本当にね。ありがとうございました。先般でしたって書いとこわ。はい、タイトルちゃんと思いついた。タイトルか。二度とこのことはやりませんね。じゃあ散歩行ってあげて。散歩行ってくるわ。うん。はい。はい、ありがとうね。ありがとう。じゃあね、ありがとう。はい。